しそうだよってことはですな、もうかくれんぼがいろいろ言うとりぼったことはね、少しも愚弄、この親鸞の親鸞と違うところはなかった。ね、愚弄じゃなくて親鸞自身のことですからね。親鸞自身、この私と違うところはなかった。まあ、すなわちこれはですな、親鸞少年自身がね、このかくれんぼの信心をね、間違いのないもんだと思っておられたということです。これがこういう言い方になった。こんなことは、まあ、なかなかこう言葉の上には出て、文字の上には出てきませんけどね、まあ、そういうことですよね。少しも五郎と違っておらん、ね。だから、必ず必ず人のところへ、参り行くべく走ろう。ね、格言も間違いなく同じ浄土へね、お参りすることは、これはもう間違いのないことであります。こういうことです。まあ、この辺のことでですね、まあ、なじますかな、個人人というものがね、確かかどうかね、誰にわかるかと、まあ、ちょっとまあ、関連がありますから、いろいろとお話ししておきたいと思いますからね。ご信心がね、確かかどうか、誰がわかるかというような意見もあるんですよね。ご信心が確かかわかる、確かであるかどうかということが、それはまあ、仏様がわかることであろうけどね。旗の文がわかるはずはないんじゃないかという、こういうまあ、議論、意見。ね。まあ、しかしね、これはね、これはまあ、一応議論としてはね、議論としては最もですけどね、これはやっぱりね、それは、分かると言うといいと思います。そう私は思ってます。ね。これはもう、だから親鸞先生のお言葉もね、そういうことですよ、これは。ね。確信法の仰せられた僧侶、少しも愚弄に、変わらずおわしまし、そうらえる。これは、この親鸞が頂戴しとるね、ご信心のお心とね、違うところはない。だから、間違いないんだと、こう上人がおっしゃっとるんですね。だから、これはね、まあ、なかなかそういう議論の場に接したこともあるかと思いますけどね、そんなご信心があるとかないとかね、誰がそれが分かる。だから仏様には分かろうけどね、人間どうして分かるはずはない。まあそういうことをね、お気になったこともあろうかと思いますけど、少なくとも親鸞にはね、ここのあれから言えばね、ここの言葉から言えば、それは言えるわけですよ。これに同じことでもね、蓮華少年の場合は、ね、はっきりとね、その、まあ、僕以上の中にね、まあ、何回か俺は、必要があるようなね、どこにありますということを、私は申し上げてもいいですけど、だいたい蓮華少年の僕以上の中にね、そういう、これもいけるんですか、ね、お願いします。はい、そういうことを言うとる人はね、これは